はいどうもおはこんばんにちは、ゆうたろうとまさひとです。よろしくお願いします。前回に引き続き、このゲームは何だっけ、レパコース レパコースレパコースだったら、うん、レパクールってさっき君、うん、で何をしていくって言ったらいいんだろう。難しくする、難しくしていく、鉄棒できるようになるから、鉄棒編でいいのかな。うん、うん、そうだね。もっと刺激を求めたコースをやっていきたいと思います。うん、じゃあちょっとお願いします。また何すればいいの。基礎にしてもらおうかな。まず、うん、こっから1押せば体は収縮する。このゲームは基本的にこうなるってことだね。そうそうそう、はいはいはい、だからここで解放するってことは、ここで蹴る開く、うん、蹴る開く、うん、一緒なんだよ。こうやって開くのが離したら開くのか。そうそうそう、これが基本の車輪ね。うん、おお、三角組は一緒か。うん、走り出した。でダブルフロントリップ、走んだトリプルフロントリップ。ちなみにこのゲームは、うん、ガーゴイルゲーナーっていう技ができる。あ、だからここまで来たの。これほら、お、すごっ、うん、って感じ。ガーゴイルゲーナーの説明をしてあげて。ガーゴイルゲーナーは、はい、ぶら下がって、うん、座ってる、うん、座ってるか、体出して、うん、こっから片足を飛ばしてこの軌道に宙返り入れる技。うん、ちょっと難しいよね。難しいね、うん、俺は知ってるけど、うん、じゃあガーゴイルゲーナーってことはガーゴイルっていう姿勢からゲーナーをすることなんだね。うん、らしいです。うん、じゃあちょっと次続きいきましょう。はい、俺やってみてもいい。うん、飛びつきは自動。こっから 4? 空中浮いた瞬間に、お、連打、連打、連打、マジ、もっと遅く、もっと遅く、そう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 、勝手に使う。で収縮、うん、あーすげえ。で押し押すって何。1、え、また、あ、1は2個機能あるの。そう、あ、収縮、縮む、伸び、これも縮んでる。そう、伸び、伸びるは押し続けないと伸びない。そう、逆者しちゃったよ。伸び、あ、めっちゃ難しいじゃん。むずいんだよねこれ。まず何から練習したらいい。まず伸ばし、車輪から、そう、曲げる、そう、そういう感覚でしょ。分かった分かった。逆射しちゃうな。うん、開かないと、足が入ってきたら開かないとダメでしょ。うん、そうだよね、うん、そうだよね。で、こう足絡まった場合は3連打すれば。曲げ、早かったね。わ、俺の下車輪と一緒だ。押し、伸びっぱでいいよ。そうだね、うん、伸びっぱ、まあそう、足かかった。普通のスイングしてみて一回。うん、まずストースイング、うん、これラッシャーっぽいね。伸びす、伸ばす。もうちょっと教えて。めっちゃ難しいじゃん。なんでこんなうまくいくの。うん、うまっ。曲げる、伸びる、うん、曲げる、伸びる、曲げる、伸びる、曲げる、伸びる。あ、なるほど。おーい、ガゴリゲナ、あ、ラン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 は連打じゃないんだよね、しかも。うん、変化をしたら伸びる。伸びる、そう。ああ、今の話さなかったよかったのに。あ、押し切んないと。あ、ごめんなさい。押し切るっていうか、ずっと押しっぱでいい。そうだよね。そうそうそう。いけいけ。伸びる、そう。あ、いけ。あふる、大変。チャリいけないでしょ。あふりって何？あふりって何？コン。足をこうやることね。そうそうそう、はい、わかりました。ここ？そう、逆車の方が簡単な。逆車めっちゃ簡単じゃん。急に逆車入ってきた。一回逆車でやった方がいいね。逆車。そうだね、はい。そう。そう。おお。ちょっと上回ってきたね。ああ。リスタートね。もう一回だけやっていい？うん、これハマるかもね。うん、悔しい、できなくて。うん、そうなんだよね。で、俺車輪できないじゃん。そう。だからさ、これ車輪の夢トレにもいいかもしれない。うん、まあ、ちょっとタイミングが違うんだけどさ。マジで言ってる？うん、若干ね。でもまあちょっと似てるから一緒ではない、現実世界と。そうか。押しっぱ、離す、はい、押す、押す、あ、そう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 、遅いの、押しが今 YouTube 撮ってる。おー、いいね、見せる。切り返しとかない。こんにちは、高台です。あ、言ってないじゃないですか。カモ。なんでやねん。いやいやいや、俺一緒。
ラストにする。